高めたのないですか。いや、まだ来てないの。全部、はい、全部。いや、向こうのも設定してないから。あ、そうそう。で、多分パイプ椅子は全部オールサウンド足りんと思うよ。ほんで足りんかったら白ベンチもう一つ。でもそれどっちのイヤホン？つけれらん。だが、はい。オッケー。だいたい真ん中ぐらいで。ここすごいですね。クラブハウス初めて入りましたけど。あ、本当ですか。はい、結構合宿とかあるの使った記念みたいな。これはなでしこのあれですね。そう、なでしこ優勝前に寄った。そうそう、全部なでしこと福西関係のボイスの。なるほどですね。ワード直前合宿。男子ですか。女子ですよね、はい、まさかこの時に優勝するとはっていう思うんすよ ね。深山が上手かったですよね、うん、やっぱ生で見られたんですか。あ、なんか僕らの出る時あれ、あ、こっち帰ってくる前から全然前ですよね。あ、でも僕ら高校生の時ですよ。ああ、そうですか。そう、だけ同級生とかは試合したんです、工業は。あ、本当ですか。へえ。飲んだらいかんすよ。基本的にはうちで続けたいなと思うんで、そこだけご協力をお願いします。以上です。じゃあ終わります。
手緑かな、違うな。これがお前や。普通にお客さんしてるじゃないですか。そうですよ、あの食べれるうちに食べとかな。僕多分これカラオケ来るんで、また今日はまだそのコンテンツが、うん、そのサッカーの試合なんで、はい、その特段なんかもう試合始まっちゃえばとか、うん、企画作ること自体はそんな難しくないですけど、うん、11月にあるフェスティバルみたいな時は、うん、準備とか企画とか運営の中にも入っちゃうんで、もう一日中なんかうろちょろしよう、うん、で今日はだけどっちかと、まあ今日もいっぱい来ますけど、またちょっと余裕がある感じです。バスだけそこへ止めたらいいか。物撮りいりますか。これタコチーさんのネギマヨというたこ焼きですね、はい、新居浜市にあるキッチンカー、そこのたこ焼き屋好きなの。たこ焼き好きなんですね。え、なんか今治にタコマサ、はいはい、結構有名なの、ね、有名店ですね。あれ結構好きなの。ちょっと甘めのね、そうそうそう、コーンが入ってて、あそこだけ今治とか北条で試合やるときは、はい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 、無理やり寄って帰る。なるほどですね。大好きですね。なるほど。あのふわふわとろとろ系ですね、うん、カリカリが好きな人はちょっと違うかもしれない。まあでも僕ネギ好きなんです。まあでもなんか四国リーグとかでもこうやってキッチンカーさんとかがやっぱ協力してくれるんで、飯食いながらサッカーとかできたらやっぱり見れたらね、ちょっといいなと思います。本当ですね。JFL でもね6人出てないとかいっぱいありますからね。うん、はい、そのグルメ関係は、はい、佐藤さんはあれですか。あ、僕はインスタとかで、まあ当然知り合いとかもおったりとか、まあ新規のお店とか見つけたら連絡してどんなんかなみたいなので見て、はい、もう呼ぶみたいな、うんうん、その辺の段取りも僕です。はい、サッカーに興味ない人は見に来ないですからね。なんかサッカー好きな人、サッカー興味ない人がどうやってサッカー興味ない人に興味持ってもらうとか、まあ、サッカーになんかチームになんか場所なんかに興味持ってもらうためにっていう視点というか、こう俯瞰してとか客観視して、こう企画とかこういうのを作らないと、まあ、それぞれの業界が独立してやるんだったら、どの業界もみんな共倒れしていくなと思って、でキッチンカーもキッチンカーもで考えないといけないし、僕らも僕らで考えないといけないし、今回も大学リーグがうちと一緒にやるっていうのは、大学リーグはお客さんがやっぱり来ないとか、どうしてもやっぱり四国内の四国大学リーグっていうのが魅力ないって思われがちなとこを、まあ、極端な言い方は数で勝負するみたいな、うちと大学と高校で数で勝負して、でそしたら、まあ、ちょうどグリーンフィールドは2面で天然芝まで取れるんで、アップ場もあって、だから試合商品もしやすいという運営面的なメリットもあるんで、そういうのを複合的にとか、総合的に見て、こういうことをやっぱやっていかんと、なんかなくなってしまうなと。結局、自分たちのことだけやるよっても、何もならないですからね。天井が決まっちゃうんですよね、うん、自分たちだけでやってたら。ジャージの絵も買ってきました。これは今年僕ら作ったやつ、うん、スクワドラさんで、デザインもオリジナル
下がこういう感じで、まあこういうラインとかも全部オリジナルです。ここはもう新居浜市のロゴマークだけなんですけど、下は。これに新居浜市、市のロゴなんですか。はい、シティブランドマークですね。はい、僕らのポスターとか看板にも入ってますけど、新居浜にはこれが普段は水色なんですけど、ハローニューって言って、これが新居浜のロゴマークで、西条で言ったらラブ西条みたいな、あの類のものみたいな。でユニフォームにはこれデフォルトが水色なんで、左袖にユニフォームは水色で入ってます。あとはまあスポンサーさんと、あとエンブレムと、この辺のラインも全部選手考案です。あ、選手の考案なんですね。知り合いが来た、はい、お客さん結構入り始めましたね。たこ焼きだけ食っとかないかやばい。今からは多分知り合いがいっぱい来ちゃうんで、はいはい、あ、これちなみにレベリーのタオルです。あ、こうじゃん。はい、ぜひあげます。いいですか。ぜひ、はい、ありがとうございます。ミーティング55にしますわ。55下で、はい、すいません。